オルバースは、月の嵐の太陽の西端に位置するクレーターである。周期彗星、オルバースや、2個の小惑星、パラスベスタを発見した19世紀のドイツの維持、ビルヘルム・オルバースにちなんで名付けられた。オルバースの南東には、ヘベリウスが位置しており、オルバースの南にはヘディンが、オルバースの北東にはカルダーノが位置している。オルバースの北西には、バスコダガマ、ボーア、 アインシュタインが位置している。オルバースの北西の周壁には、グルーシコが接触している。グルーシコはかつて、オルバース A と呼ばれており、従属クレーターとして扱われていたが、1994年に国際天文学連合によって、グルーシコとして承認された。オルバースの周壁はわずかに風化しており、北側の周壁、東側の周壁、および南側の周壁には、 V 字状の裂け目がある。オルバースの底面は比較的平坦であり、特に東側の周壁近くにはクレーター根がほとんど見られない。底面は隣接するグルーシコが形成された際の噴出物によって覆われている。オルバースのごく近くにある小さな無名のクレーターについてはアルファベットを付加することによって識別される。以下のクレーターは国際天文学連合によって 再命名された。ありがとうございます。